まずはじめにオクラです。オクラはこの硬い部分ですね、包丁でこのように剥いてください。そしてヘタの先、色が悪かったらこのように取っておきます。オクラに軽く塩を振って板ずりをします。これを茹でていきます。沸騰したお湯の中に入れて1分ほど茹でましょう。色が鮮やかになったら取り出して冷水につけていきます。冷水につけることで色鮮やかな緑が保たれます。続いてナスです。ナスはヘタを落としてみじん切りにしていきます。ナスはアクがあるので切ったらお水に放してください。続いてキュウリです。キュウリもみじん切りにしていきます。少し粗めのみじん切りで大丈夫です。ナスに合わせた大きさで切っていきましょう。このように1本分すべてみじん切りにしていきます。続いてみょうがです。みょうがもみじん切りにしていきます。先ほど茹でたオクラもみじん切りにしていきます。続いて青じそです。茎の部分を落として青じそもみじん切りにしていきます。しっかり水切りをしたナスも加えます。ここに納豆昆布です。納豆昆布を加えて全体をよく混ぜておきます。これで冷蔵庫で冷たく冷やしておきましょう。湯がいた豚肉をつけるタレを作ります。わさび、醤油、これはお好みの量です。少ししっかりと味がついた方が豚肉が美味しく食べられます。沸騰したお湯で豚肉を湯がきます。豚肉の色が変わったら先ほどのタレにつけていきます。ここが今日のポイントです。わさびを加えることで防腐効果もあり、豚肉の美味しさも引き立ってきます。温かいご飯の上に豚肉、冷やしただしを乗せていきます。いただく直前にめんつゆをかけてお召し上がりください。納豆昆布の粘り気が刻んだ野菜を包み込み、とろっとしただしになっています。あっさりとした味わいなので夏でも喉越しよくいただけます。